皆さんこんにちは、アスムです。早速ですが、今回は10月に発売されるスイッチのゲームソフト7000を発売日の早い順に紹介していきたいと思います。まず最初に紹介する作品はウルトラエイジです。ウルトラエイジは主人公のエイジが自身の運命を変えるための冒険に挑むハイスピードスタイリッシュアクションゲームです。プレイヤーは様々な剣を使いながらロボットや変異体を倒し、未来の地球を探検していきます。ブレードチェンジによる爽快なアクションとコンボが魅力の本作は、一撃が重いブレードや素早いブレード等を組み合わせるとコンボがつながっていきます。敵の種類に合わせた多様な属性とアクションが勝利の鍵となります。本作ではワイヤーを使い小型の敵を引き寄せたり、量子ワープで大型の敵の近くに瞬時に接近することができます。またアイテム回収や壁への移動にも使用可能。本作は資源を集めて武器を強化したり、スキルを拡張させて新しいコンボを生み出すことできます。相棒のヘルビスはクリティカルエイジ回復のためのヒーリングポケットやアイテム収集に役立つタイムシフトなどで主人公をサポートしてくれます。体験版も配信されている本作、気になる方はぜひそちらをプレイしてみましょう。続いて紹介する作品はメトロイドドレッドです。メトロイドドレッドは探索型アクションゲームメトロイドシリーズの19年ぶりの完全新作ソフトです。本作では銀河連邦の特殊調査部隊が消息を絶った惑星 ZDR に赴いた銀河最強のバウンティハンターサムス・ワランに絶望的な恐怖が襲いかかるというストーリーとなっております。メトロイドドレッドでは快適になった基本アクションに加え、新しいアビリティも多数登場。通常の武器が一切効かない銀河連邦の調査ロボット EMMI との死闘も待ち受けています。シリーズ伝統の自由度の高い探索要素とサムスを追い詰める幾多の恐怖という、これまでにない刺激が融合した新感覚のメトロイドとなっています。スペシャルエディションも発売される本作、豪華特典もついてきますので、購入を検討されている方はこちらもチェックしてみましょう。続いて紹介する作品はファイト・オブ・アニマルズ・アリーナです。ファイト・オブ・アニマルズ・アリーナは4つのボタンで出せるコンボを相手に叩き込み、体力をゼロにするか場外に吹っ飛ばせば勝利決定の対戦格闘ゲームです。前作ファイトオブアニマルズの動物たち全員に加えて新ファイターも参戦し、最大4人での同時対戦が可能になっています。可愛い動物たちを動かし、簡単操作でエキサイティングなバトルが楽しめる本作。キャラクターごとに設定された特別なスーパースキルを当てれば大逆転も夢ではありません。また今作から新しく追加されたアイテムやステージも登場します。 SNS で話題となった動物たちが元ネタとなり登場している本作、みんなでワイワイ楽しめるゲームとなっていますので、気になる方はぜひチェックしてみましょう。続いて紹介する作品は地球防衛軍3 4任天堂スイッチです。地球防衛軍3 4任天堂スイッチは多くのコアゲーマーが熱狂し、高い評価を得た地球防衛軍シリーズの第3作目の任天堂スイッチ版です。世界観を一新して平和な地球に初めて訪れる未知の侵略者と対峙する人類との戦いを改めて描き直した地球防衛軍3。映像の向上はもちろん、多数の敵に対して多数の隊員が戦う図式や NPC 隊員たちとのチーム合流など、その後のシリーズの基礎となる要素が初めて導入されました。
ローカル通信およびオンライン通信による最大4人の協力プレイに対応しており、遠方のリアル EDF 隊員や家族や友達との共闘が可能。他のプレイヤーとワイワイ遊ぶことで作戦や連携などソロプレイにはない奥深い楽しさが加わり、プレイの印象が大きく変わります。取扱い店舗によって特典が異なる本作、購入を検討されている方は特典もチェックしてみましょう。続いて紹介する作品はマインクラフトダンジョンズアルティメットエディションです。マインクラフトダンジョンズはクラシックなダンジョンクローラーに着想を得たマインクラフトの世界を舞台にした新作アクションアドベンチャーです。マインクラフトならではのボクセルによる世界観はそのままに、手強いモブたちと戦い宝を手に入れ、さまざまなステージをクリアしていきます。ソロプレイはもちろん、最大4人のプレイヤーで共闘することも可能です。完全版にあたるアルティメットエディションには本編に加えて6つの DLC やゲーム内で使用できるヒーローマント、2つのプレイヤースキン、ペットの鶏が収録されており、マインクラフトダンジョンズをとことん楽しむことができます。ハクスラ版マインクラフトである本作 DLC も含まれ、別で買うよりもお得に買えるため気になっている方はぜひ購入を検討してみましょう。続いて紹介する作品はスノーランナーです。スノーランナーは雪の積もった悪路をトラックで踏破するオフロードトラックシミュレーションです。広大なオープンワールドを探検しながら、ワイルドな環境で運転する自由を実感しつつ、新たな場所、多数のミッション、挑戦しがいのあるルートなどを発見していく唯一無二の体験が味わえます。本作は車両カスタマイズ機能にも注力されており、車両を集めてタイヤチェーン、シュノーケル、高さ調節など多様な車両のアップグレードやアクセサリーを使って自分好みに車両をカスタマイズすることが可能となっています。フォード、シボレー、フレイトライナーなどの有名ブランドの40台の車両で野性味あふれるサンドボックスマップをドライブできます。一人プレイはもちろん、最大4人での協力マルチプレイでさらなる楽しさを体験することができます。高い中毒性や満足感を得られる本作、新しいコンテンツなども追加されていくため長いこと楽しむことができます。最後に紹介する作品はマリオパーティースーパースターズです。マリオパーティースーパースターズは歴代マリオパーティーから任天堂64のスゴロクと厳選したミニゲームを詰め込んだ作品です。ピーチのバースデーケーキやスペースランドなど5つのボードが完全リメイクされています。任天堂64で発売された初代マリオパーティーから Wii U で発売されたマリオパーティー10まで、歴代マリオパーティーシリーズの中から100個のミニゲームを厳選して収録。すべてのゲームでボタン操作に対応しており、任天堂スイッチのジョイコンで遊べるほか、任天堂スイッチライトやプロコントローラーでも楽しめます。加えて本作ではスゴロクミニゲームがすべてインターネット通信プレイおよびローカル通信プレイに対応しており、離れた友達ともワイワイ楽しむことができます。オンラインプレイに対応した本作、世界中のプレイヤーとのランダムマッチも可能となっているので、気になっている方はぜひ購入を検討してみましょう。いかがでしたでしょうか。10月のスイッチの新作ソフトも期待のゲームが目白押しでしたね。特に新作のマリパは人気出そうですね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。